皆さんこんにちは、奇人楽園の芋太郎でございます。今私どこにいるかというと、これですね、神戸元町、すごいスーパーカーが爆音出して走ってますけど、今どこにいるかというと、神戸元町のこれ居留地って言われるとこですね。もうね、神戸の中でももうあれですよ、お金持ちの方がこういっぱいね、買い物に来るようなそういう場所でございますね。神戸の中での、有数のビジネス街でもありますね、ここね。昔はね、もっとね、外資系の会社とか、あの貿易関係の会社すごい多かったんですけど、いつの間にやらホテルとかね、おしゃれなブランドショップにもなってますしね。ああ、今日は天気がいいな。ここね、京町筋。飲むわらび餅なんです。ありがとうございます。当店人気メニューが、生わらび餅と、あと飲むわらび餅っていうものになっております。あ、飲むわらび餅。あ、はい、かしこまりました。ください。2人、はい、会計一緒で、はい、私ミルクティー、ミルクティーで、はい、なんか桜餅味も、はい、どんな味ですか？こちらはどっちかというと桜餅の味よりもいちごの味の方が強い感じになります。あ、いちごミルク的な感じのお味ですかね。いや、はい、普通の、 あの抹茶で、抹茶で、あの普通の、ミルクティーで。ミルクティーって言いましたっけ？あ、はい、先ほどミルクティー。あ、はい、ミルクティー。かしこまりました。通常の生わらび餅はよろしかったですか？ご一緒に。あ、大丈夫です。よかったですか？はい、とりあえず。はい、ありがとうございます。はい、査定金が1300円になります。最近ね、ここね、いろんなとこにお店、関西でもできてますよね。わらび餅もですね。飲むわらび餅って有名ね、ここね。飲むわらび餅ね、うん、うん、いける、これなかなか美味しい。うん、飲めた。あの砕いたわらび餅をミルクティーで割ってる感じね。うん、なかなか美味しい。今ね、この裏って元町の商店街の裏手歩いてますけど、裏元町ってね、結構いいお店多いですよね。いつの間にかが寂れたお店ばかだったので、その間にかおしゃれなお店いっぱいできたよ。ほら、神戸旧居留地ってなってますね、ここね。ほら、もうおしゃれなブランドショップばっかですね。もうここね、雰囲気すごいいいですよね。通るだけでも本当にこう癒されるっていうか。日曜日のお昼下がりですけどね、すごい雰囲気がいい。ここお
ね、こうセレクトショップっぽいとこもあったり。ねえ、ベンチもこうあったりね。特にあてもなく今ね歩いてるんですけどね。雰囲気のある場所ですね、やっぱね、こういうね建物とか。さあ、ということで今日のフラット行くは神戸元町居留地あたりをこうフラット歩いてみました。また次回の動画でお会いいたしましょう。また今度です。さよなら。